いよいよ始まりますけれども、この4人で揃うっていうのは本当珍しいんじゃないですか。はい、初めてか。稽古場も、はい、そうなんですよ。スケジュール的にそれぞれが来れる日に集まるって感じだったので、4人で集まったの初めてですね。初めて。稽古場でついに揃わなかったんです。あ、そうなんですね。入れ替わり。あの、川栄さんと福地さんはオーディションを経て千尋になりましたけれども、はい、その合格したよって言われた時の一番最初の気持ち、リアクションを教えていただけますか。やったというより、その私はあのモネちゃんの千尋を見てたので、うわこれ運動量すごいなって思いながら一観客としてこんなに走るんだっていう、大変そうだったのをこう間近で見てて、ちょうどあの朝ドラでモネちゃんと同じで、その時にモネちゃんが稽古に入ってて、途中からこうお会いした時にげっそり痩せてて大丈夫みたいな感じ でそれほど大変なんだなっていうのを近くで感じてたので、じゃ自分にできるのかなっていうちょっと不安の方がやっぱりありましたね。大丈夫だよ。これです。それなのよ、本当に。言ってくれた。もうこれがあれば頑張れる。本当に心強いですこの言葉が。福地さんお願いします。はい、私は全然こう想像してなかった、本当に未知なことがたくさん待っていたなという感覚で、あの映像を見させていただいて、この舞台が再演するという、そのエネルギーがまず素晴らしいことだなという、なんかその力強さに、あのオーディションを受けるということで熱量を知ることができたり、結果がこうどうであれなんか挑戦する機会をいただけたので、こう挑戦するしかないなという思いだったので、そうですね、なんか驚きました、千尋をやれるんだというのは。先生お願いします。何言わせないでよ。そうですね、言わせないでよ。大丈夫だよ。ありがとう。で、好きでしょ、言わせたがるよ。聞きたい。私もこれで励まされて初演を頑張ったので。大丈夫。あとカンナの大丈夫だよ、聞きます。私、カンナちゃんと初めて稽古場でお会いした時に、年上かなって思うぐらい本当に悩みとかも聞いてくれるし、なんかもうスナックカンナみたいな状態になって、そうそう、私とももちゃんの悩みとか大変なことをひたすら聞いてくれて、なんか本当年上というか、もう本当先輩って思ってます。私まだ初対面だったのに、会って2日目とか会って2日目とかで悩みを聞いてもらうっていう。